はい。ホワイトベース商品レビューのコーナーですね、えー。今日はこちらの電源のですね、レビューをやっていこうと思います。で、こいつの特徴としてですね、まあカタログにあるんですけども、非常に低い温度、あのそのぐらいの状態でも変わらず使えて、なおかつ充電速度にも影響がないというふうに歌われております。はい。そのチェックはできないんですが、一応まあカタログ表記上はそうなっているし、 えーまあ、買ったことがあれですね、あの商品ページの,あのトップなんかも、ですね、えー、結構、その低温、雪の中で使っているものをですねアイコンにしていたりとか、ですね非常にあの、まあ、低温体制があるということを、えー、前面にプッシュしているんだなということが見て取れます、はい、インフラがダめになったときに、一番気になるのは、多分冷蔵庫で食料を保存することじゃないかな。 の冷蔵庫はすいません酒ばっかりですはいなんですけどはいこれをですね、えー、こいつで駆動してやると約まあちょっと上下は今してるんですけどね40時間ほどは動く感じになってますね、えー、冷蔵庫をつないだ状態でご飯を炊けます、えー、おそらく災害時に予測されるですね、えー、使い方といえばこれがまあ一番 現実的に起こりうることじゃないかな開始1時間15分さらに照明ですね 40W なので微々たるものですこれ 2kW までいける電源ですからこっちが 1kW ですのでまだ余剰があるはずはい照明を光らせました炊飯が終わる頃にどのぐらいの残量になっているかちょっと気になります はい残り35分まできましたけどもねこっちの方ははこんな感じ、えー、バッテリー容量88%まで減りましたね冷蔵庫も問題なく稼働していますはい炊けましたね、えー、炊けてからほん11分してます <coughs>、えー、電源の方は83%になりましたねえっと今全然空なんですけど74% 出があるです。なぜかというと今ですねマックをつなぎました。はいえー、繋ぎながら充電できます、はい、あの何を当然のことをというかもしれないですけどもこれあの充電をしながらその電源をスルーで出して、えーでえー、使うことができるんですね あのこれ実を言うと面白い機能であの充電と出力を両方同時にするって実はできないやつもあるんですで、えー、じゃあこの状態でずっと使っていたらどうなるか、えー、もちろん、えー、電源は満充電されますでその状態で例えば停電になったら、えー、こ,こちらのです、ね、内部の方バッテリーの方に瞬間的に切り替わるわけですね、えー、要はあのパソコンの ですねえー、が停電した時にデータが落ちるのを防いでくれる、まあ、ノートの場合はバッテリー積んでますけどもね、デスクトップマシンでの、えー、予備電源の代わりになります。でこちらの,その使い勝手的に面白いのがいのが、まあ、充電しているその蓄電池、えー、ポータブルバッテリー、これ、ね、あの20キロ以上あるんで、ポータブルって言っていいのか分からないんだけど、あのポータブルバッテリーっていうのは何があの新しくなると変化するかというですね、これ、ここですね。こう あの何がどう充電できるかという部分が変化していきます。もちろん電電源源、えー、非常にここからあここね ートを取れますで、2000ワット、ピーク4000ワット取れますので、非常にこうよろしい。で、これ、あの車で充電もできます。あの遅いでしょうけどね、シガソケもついてますので、あの車であの電源取るぐらいだったら、これをかましてやって、運転中にこれを充電するというのがいいのかなと思います。で、ここ何が進化するかというとですね、まあ、見てください、えーと。バッテリー、USB の、ね、あのチャージャーポイントが4つついてますね。USB-C が2つ、まあ、A が A, a のタイプ1です、ね a、が2つと3.0が、ね、2個、それから PD が2つついています。これどういうことかというとです、ねまあ、一番古いタイプの USB 充電器がこれです。はい、でこれでも、まあ、あの普通の機器だと昔は8 0 0 m a アとか1 a アとかなんですけどこれ2 4 a ア出ますので、非常に強力な充電ができます。はい、でこっち、QC3.018W というのは、これは USB3.0 の充電で。 えー、クイックチャージで18ワットですね、5ボルトですので、えーまあ、およそ3.5アンペア出るということですね。はい、QC だとちょっと電圧の方も変わるので、こういう言い方、正しくないかもしれないですけど。 でこちら PD ですね。PD100W というのはどういうことかというとですね、USB-C というのはですねあの、最初にここからつないで USB-C になってたやつというのと、今ここにある PD の USB-C というのはちょっと実は違うんですよ。あの非常に USB-C というのは拡張性が高いもので、えー、充電のです、ねえー、電力、電圧と電力ですね、あの電圧電流をです、ね、非常にこう大きく変えることができます。 でその上限値が3 0トだったり6 0トだったり8 0トだったりするんですけども1 0 0トっていうのはかなり大きい数字なんですね。バカでかいアダプターつけて充電するようなものと同じで、えー、MacBookPro がアダプターなしで充電できるワッテージになります。はい、でこれ1 0 0トの p d で対応できないものっていうのは、まあ、ほとんどないんじゃないのかなと僕は思います。はい なので、これがあるだけで、ほとんどの USB-C で稼働する大容量のですね、ガジェットに対して対応ができるということですね。はい、だこれがあるだけで非常にこういいんじゃないかなと思いますけどね。はい、でもちろん他にもですね、よいしょ。これ 12V、10A 12、12V、10A の電源ですね。はい これは DC 電源ですね。それをつなぐこともできますよということです。で、あと、まあ、こちらパワー入れてですね。で、あの、よいしょ。う光るんですけど、消えた。はい。で、一応、まあ、メーカーページでは、あの、なんか、 これを光らせて、えー、ライトの代わりにして、えーまあ、緊急時にね、照らせるだろうということであの外人さんがこうやって持って歩いてるんですけどあの正直にね、うん、ねってこうやって持って歩いてこう照らして歩けるほど重あの軽くないです。はい、なので、一応、ポータブルとはあるんですけど、まあ、動かせるぐらいでえーまあ、置きに,になるかなという気はします。まあ、車にに積んんででおく分にははい、えー、いいと思うんですけど、はい で、あと、ま、ソーラーで充電できるともあるんですが、ソーラーパネルを2つ直列に接続しました。直列接続が可能です。そして、今、え、1 8 2トですね。えっ、ー、と、70分で、今90%なので10、10%70 分で充電しますね。えー、ということはまあ、ま、100%充電するのに700分。えー 今日は11時間ぐらいってことこななのかな天気は今日快晴です、快晴ですけどね、えー、冬至が近いので、えー、割と日差し的にはそんなに強くは、そんなに強くはないかな今、ソーラーで充電していますけれども、あオンンってる、はいえーと、今現在、0から14%。 あの、100V 電源でこれ充電してみたんですけど、充電速度が確かに速いですね。完全に空の状態になりました。えー、ここからコンセントで充電するときの、このね、表示が結構親切なんですよね。えっ、ー、と、あと、今コンセント入れて、えー、インプットどんどん伸びてますね。1kW まで伸びました。えっ、ー、と、2時間。2時間で、 満充電でできるようですすごいなこれ2、2時間ってのはすごいと思う僕はこれ、何に使ってるかというとですね、何使おうかと思ってるかというと、非常にこう低温体制がしっかりしているということは、やっぱハイエースに積みっぱなしにしてですね、で電動バイクを充電することができます。まあ前も言ったんですけど僕はあの 電動っていうのはあのこれからね選択肢の一つとして増えていくし車に積みやすいものっていうのはどんどん出てくると思うんですよそれに対してですね、えー、まあこういう高容量のポータブルバッテリーでなおかつ低温能力低温で非常にこう使えるものっていうのはあの非常にこうキャンプ等でも汎用性が高いですのでありなんじゃないのかなと思います、はい、ただまあやっぱりその、まあ、容量がこれね非常にこう大きいので 2000Wh 要は2キロワット2000ワットの出力が1時間続けられるというですねそういうパワーを、えー、持ってますので、まあ、あのこれが1個あればですね、あのー、もうかなりの幅の電気まで、えー、対応できるのではないのかなと思います。はい、どううでしょう、はい あの決してねあの、これだけを買えとかね、そういうふうなお勧め方をしているわけではないです、箱出しレビューで僕もこれから使うので、えーまあ、その話はもいずれできたらと思ってるんですが、あのただ僕は今回ね、えー、非常にこう注目したかったのが、ねえー、リン酸鉄リチウムバッテリーというです、ね、ものがまあ世の中に、えー、もうすでにこう出てきているということが、ですね、えー、非常にこう素晴らしいなと思います。はい まあ電,気電動バイクに対して危機感ある人結構いると思うんですけどもあのまあそれはそれとしてですね、えーまあ、車にバイク積んでって えー、アウトドアやろうって人が多いと思うし乗用車でもねうちでやってるスワローさんのキックボードなんか普通に詰めますので、まあ、それと組み合わせてまあキャンプ楽しんだりとかですね、えー、そういうことに対してのお電源として、えー、非常にこう,こ,うこれだけの容量があればですねしっかり活躍してくれるんじゃないかなと、えー、思います。はいえー、お高い品物なので ポンポン買うわけにはいかないと思うんですけども、あのまあ、そういうの検討の一条、ね、になれれば、僕としても、えー、幸いでございます。はいねえー、というわけで、えー、またこれ今度、今後も使っていきますので、えー、僕の動画にちょいちょい出てくるかと思うんですけども、あそういうもんだなというふうにです、ね、見ていただければ幸いです。 私ねバッテリー系のこういう電源が好きで個人的にも買ったりとかですね持ってます、はいで。割と皆さんも好きな人多いんじゃないかなと思っているのであの、まあ、最近 のであの電源事情も含めてですね、えー、ちょっとお話できればと思うんですけども、あのー、これ、最初に言っときます、はいえー、と商品提供を受けてのレビューとなりますので、えー、これに関しては私、お金出して買ったわけじゃないです。はいえー、なんですけれども、実を言うとですね、あのこれ、これあの実はリン酸鉄リチウム電池のですね、 あのポータブルバッテリーで20万ぐらいするやつなんですけどもあの実を言うとこれと同じようなタイプの,あのポータブルバッテリーっていうのはですね最近いろいろ出てましてすっげえ欲しかったんですね。 すげえ欲しかったんですけど、さすがに20万超えるですね、電源をそうそうその物欲だけでポン買いするわけにもいかずにですね、うじうじしてたり触ったりとかしてたんですけども、まあそんな中ですね、ちょうどあのレビューのご依頼をいただきましたので、まあ私としては飛びついたということでございます。はいで もの、まあ物のよし悪しを語る前にですね、えーまあ、どんなものなんでなぜ私が欲しかったのかという部分をですねちょっとお話ししたいんですけどもあのリチウムイオンバッテリーというのが世の中にあります。はいまあ、これもリチウムイオンバッテリーのうちの1つなんですけどもあの従来のリチウムイオンバッテリーというのはですね、えー、電極にですねあのコバルトという金属を使っています。はい、でコバルトといいうう物質っていうのは コンゴという国でしか今,今のところです、ね、あの大量に取れる国がないんですね。でコンゴで産、えーまあ、出される際にどういう状態になっているかというと、まあ、普通にその鉱脈からこう掘って掘り出すんですけどもあの今こうやってやりましたけどなんと手掘りなんですね。はい、手掘りで穴掘って、えー、やってます。で後進国ですので非常にこう労働の問題環境の問題を多く抱えていて。 えー、まあ,あ家の庭でこうほっ細い穴を掘ってですねで子供が働いていてそのまま生きになっちゃったりとかですねで産地のそのなんかの交渉のところでね掘ってるところもも,うものすごいこう数の人があ安い賃金で掘って安く買い叩かれてでそれを先進国があ使ってっていうあの悪循環ですねで、えー、非常にこうひどい状態になってるっていうですね え問題国際問題的なものを抱えてますだからあのリチウムにコバルリチウムイオン電池にコバルトを使うってうこと自体はあの悪いことではないんですがあの非常にその人道的、環境的、経済的国際問題としてです、ねえー、以前から指摘されてきていました。 でそこへきてこの、これに使ってです、ね、リン酸鉄リチウム電池っていうのは、リン酸と鉄を使ってますので、コバルトを使用していません。なので、非常にその国際問題となっているです、ね、コバルトの採掘というものに対してです、ね、影響を与えない電池であるということで、まずはそちらの方面から非常に評価されている部分が一つあります。でもう一つあの、ハイブリッドカーとかに搭載されているリチウムイオンバッテリーっ非常に高価なんですね。 で高価なのは高価な理由があるんです、あの電池っていうのは小さくて高容量で、高発電できるものが値段が上が,りあの値段が,上がるし、使われる傾向にあります、はい。で、リン酸鉄リチウムバッテリーっていうのはです、ね、あの容量的には、容量とその出力的にはです、ね、従来のものよりも劣るんですけども、非常にそのコストが安くできるんですね。 えー、なので、えーまあ、今後ハイブリッド化含めてです、ね、蓄電池にはこちらが使われていくだろうとあの言われているし電動自動車電動バイク等にも今後リン酸鉄リチウム電池がです、ね、使われていくというふうに言われているしなおかつリン酸鉄リチウム電池というのが発表されて世の中に出てきたのが大体去年の1月ぐらいですね。 でその時に、まあ、世の中にこういう製品が出回るかもねと言われてから1年ちょっとの間にもうすでに出てきているというですね、まあ、この、まあ、いろんな問題を解決してなおかつそのコストパフォーマンスが優れたものが世の中に生まれてきたということですね非常に僕は評価しています。 でちなみに蓄電池市場というのは非常にいろんなものが出てましてあの、まあ、東芝の水系バッテリーとかですねいろんなものが出ているんですけれども今のところその今、ね、電気製品いろいろ高いじゃないですかでそれを解決するための手段の一手としてまず世,世に出てきたというのを非常に僕は評価したいですであとはまあ半導体の問題とかいろいろあるんですけれどもそっちはまあ酸化ガリウムが解決してくれるかなという気はします。はい、はい で、えー、そんな中ですね、まあ、リン酸鉄リチウム電池っていうのは、今までのリチウムイオンバッテリーよりも、さっきも言ったように容量が低いとは言ったもののですね、中のそのセルをですね、えー、まあ、要は電池ですよね、中にいっぱいちっちゃい電池が入っているようなことをイメージしてください。でそれをあのー、まあ 工夫したりすることで確かにバイポーラ型とか、ね、そういうのが出てたと思うんですけどもあの構造的に、ね、こう密にしてやることでそういった問題をある程度解決しているというものがあります。はい、例,えばまあこう例えばこういうものです。あのこれ18650のバッテリーですね,、はい、ね。皆さんが使っている例えば電動 の品物、こういう蓄電池でもそうなんですけど、大体これが入ってるんです。これが中にいっぱいだー,ーっと入ってるんですよ。で、これやっぱあの円形だから円柱状なので詰めると隙間できるじゃないですか。この隙間がですね、非常にこう容量に対して悪影響というかですね、不効率であるということで、こう板型のものを作ったりとかね、一体成型のものを作ったりとかね、非常にいろんなことをやってます。